私の名前はなるみ。戸建てに住む一児の母です。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、そのせいか思ったことはすぐに言うサバサバとした性格になりました。私の友達に結婚が決まった人がいるの。彼からプロポーズされて結婚することになったんだって。本当に嬉しいなって心から思ってたんだけど、結婚報告から数週間後、いきなり LINE が届いたの。聞いてよ、もう無理だよ。あの子何なの？一体何があったの？前私の彼氏と会った時のこと覚えてる？もちろん覚えてるよ。彼氏さん紹介してくれた時、私すごく嬉しかったんだから。私も嬉しかった。でもその時に私の後輩が偶然通りかかったでしょ？うんうん、会社の後輩の子だよね。いきなり食事に乱入してきてちょっとびっくりしたけど。本当にごめんね。全然大丈夫だよ。ありがとう。あの子前から結構距離感がおかしいっていうか、あんな感じなんだよね。普通上司とその彼氏その友達がいる食事会とか参加しないじゃん。確かに、まあちょっとズーズーしいなとは思ったけど、あの後お金も払わずに帰っちゃったしね。そうなの。けどまあその時は世間知らずな後輩って思ってたんだけど、私の彼氏に恋したとか言い出して。え？私の彼氏と浮気をして結婚するって言い出したの。浮気？そんな、こないだプロポーズされたばっかりでしょ。まだ彼氏には事実確認してない状態なんだけど、ちょっと前から体の関係があって、プロポーズしたのもそれを隠すためだとか LINE で来てて、後輩だからあんまり変なこと言って仕事に持ち込みたくないし。職場一緒だとそうだよね。もしかしたらなるみさんのところにも LINE 来るかもしれない。ごめんなさい。ああ、あの食事会の日に強引に LINE 交換してきたもんね。もし LINE 来ても無視してくれていいから、私は今日の夜彼氏に事実確認してみる。私の方でもいろいろ調べてみるね。ありがとう。なるみとみどりの LINE。お久しぶりです。覚えてますか？聞いてください、私結婚することになったんです。一度しか会ってない私に結婚の報告してくるなんて。だって海先輩のお友達さんじゃないですか。先輩のお友達は私のお友達みたいな。それに嬉しい報告ってやっぱりいろんな人にしたくなっちゃって。そうなんだ。ちょっと風の噂で聞いたんだけど、あなたの結婚相手がふみさんの彼氏さんっていうのは本当？もしかして先輩から聞いちゃったんですか？そうなんですよ。その人と結婚するんです。略奪愛になるんですけど、まだ結婚してないからセーフですよね？いや、完全にアウトだよ。なんで？結婚しなくても婚約者の男性ってわけでしょ。でも戸籍上はまだ夫婦じゃないし、別に問題なくないですか？ここは当人の自由というか。よくそんなルンルンで報告ができるね。だって先輩の彼氏すごくいい人なんです。それに先輩っていつも私にいろんなことを譲ってくれるんですよ。仕事中もいろんなフォローしてくれて、私先輩が大好き。そんな大好きな先輩の彼氏を奪うってどういう神経してんのよ。大好きだからこそ何だってお揃いにしたいんです。先輩すごく性格いいし優しいし、そんな先輩が選ぶ彼氏って最高の男じゃないですか。私男運ないから先輩の選んだ人にしようかなって。そしたら時短で楽だし。だいぶ土地狂った考え方してることに気づいてる？ダメなんですか？ダメというか人としてありえないでしょ。でも先輩優しいからきっと許してくれますよね。仕事でミスした時とかも結構優しくフォローしてくれるんですよ。だから私が先輩の彼氏と結婚したとしても、私のことを優しくフォローしてくれると思うんです。仕事とプライベートは全くの別だよ。え？仕事で優しくするのは上司という立場や仕事を覚えてもらいたいとかいろんな考えがあるの。でもプライベートでそんな非常識な人と一緒にいたいなんて誰も思わないでしょ。先輩のこと何も知らないんですね。先輩は優しいから絶対許してくれます。じゃあ略奪報告したらなんて言われたの？既読無視されてます。最初は本当なのって LINE が来たので、本当ですって送ったら既読無視です。仕事の連絡とかは後回しにせずに早く返事しないとダメだよって先輩いつも言ってるのに、なんでですかね。それが答えってことでしょう。あなたは非常識なことをしてるの。それを自覚した方がいい。そんなこと言われたって、欲しいものは欲しいんです。
それに正直先輩って30代じゃないですか。どう頑張ったとしても20代の私には勝てないんですよ。なんでそこで年齢が関係するのよ。女って若い方がいいんですよ。そんなの人によるでしょう。年齢もそうだし、その人の性格とか好みとか。じゃあなるみさんは賞味期限が切れた食材を使って料理しますか？は？なるみさんは賞味期限が切れたスイーツ食べますか？お腹壊すから食べないけど。そういうことなんですよ。何をするにも若いのが一番。だいたい30代で結婚できてないってことは、先輩きっと何かしらやばい秘密があるんですよ。めちゃくちゃ男癖が悪いとか、遊び人だとか、あとはなんか変な性癖持ってるとか。そういうんじゃないから。ふみさんはやりたい仕事に打ち込んで仕事第一で生きてきたの。それに確か5年付き合った彼氏と別れてるから、20代の間ずっとフリーだったわけでもないし。そうなんですね。先輩全然私には教えてくれないんです。こんなに仲良くしてるのに。あくまでも上司と部下の関係だってことでしょ。まあ何でもいいんですけど、先輩の彼は私がもらいます。プロポーズされたって喜んでたみたいですけど、残念でしたね。本当に浮気してるの？はい。じゃあこっちでも調べさせてもらうから。お好きにどうぞ。その日の夜。いつまで私のこと無視するんですか？そんなひどいことしないでくださいよ。彼氏に確認したけど、あなたとは浮気してないって。そりゃ誰でも浮気認めないですから、そう言いますって。でも私は愛し合った記憶ちゃんと残ってます。じゃあいつ浮気したっていうの？彼氏も聞いてるよ。何日のいつ浮気してそういう関係になったのか話してみてって。そんなのベラベラ喋りたくないです。私たちだけの秘密ですもん。つまり何も証拠がないってことでしょ？証拠ならありますよ。見てください、この写真。可愛い寝顔写真。こんなの付き合ってないと撮れないですよね。確かにこれは。これで信じてくれましたか？本当に浮気してるってことなの？嘘よ。30代の先輩には荷が重かったんですよ。20代の可愛い私が先輩の彼氏と結婚してあげますから。嘘つき。え？危うく騙されるところだった。なるみさんのおかげで騙されなくて済んだ。本当によかった。どういうことですか？今後私たちには近寄らないで。あなたが私の彼氏にやってきたストーカー行為は会社に報告させてもらったから。え？近々呼び出しされると思うけど頑張ってね。さようなら。先輩、どうしたんですか先輩。次の日、みどりとなるみのLINE。先輩に何言ったんですか？私は事実を言っただけ。あなたは浮気相手でもないし、ふみさんの彼氏は浮気なんかしてなかった。でも見てくださいよ、この寝顔写真を。この写真、元カノさんからもらったんでしょ？え？ SNS でわざわざ元カノを見つけて、その人と仲良くなって、写真をもらってこんなことをするなんて本当に暇なのね。なんで知って？浮気してるかどうか調べさせてもらうって言ったでしょ。情報通のママさんがいて、その人が全部調べてくれた。あなたが言ってることは全部嘘。浮気なんてしていない。事実無根だってね。違う、本当に違うんです。やだやだ、このままだと結婚しちゃう。やだ、私あの人が欲しい。あの彼氏最高じゃないですか。私欲しいんです。そんな子供みたいに何でも欲しい欲しい言っていいのは小学生まで。ガキじゃない、いい大人が恥ずかしい。邪魔しないでください。私は諦めませんから。もし邪魔するようであれば、なるみさんにも何かしますよ。どうぞご自由に。こっちには最強のシークレットサービスがついてるから、二人もね。それじゃこれ以上ふみに関わらないで。絶対に認めませんから。ゆりとひまわりとみどりのLINE。なるみさんの親友のゆりと申します。同じく親友のひまわりです。嘘つき女さんですね。嘘なんかついてませんから。私は嘘なんか言わないですもん。でもお付き合いしていないのに付き合ってると嘘を言いましたよね。彼が覚えてないだけです。本当は私と関係を持ってるんです。結婚がなくなるのが嫌だから嘘ついてるんですよ。元カノさんから写真をもらったって言ってたじゃないですか。たまたま同じアングルだったから似てただけでしょ。本当に私たちは体の関係があるんです。浮気するような男と結婚してもいいなら別にいいんですけどね、先輩がいいなら。
あの写真は最近撮られたものではありません。違います、最近私が彼を撮ったものです。でもよく見てください、彼の手のところに古い傷があるでしょ。は？傷？そんなの何もないけど。私も見えないの、どこにあるの？二人とも手の傷は見えないと言いましたよね。うん、ないもん。彼は去年階段から落ちて手を怪我したんですよ。え？肉眼で見てもほとんどわからないほど傷は治りましたが、よく見ると薄い線が今の写真だと入っているんです。これを見てください。あ、ほんとだ。こっちの写真だと薄く何か防線みたいなのが見える。あなたは今傷が見えないと言いましたよね、みどりさん。それはほら、写真の加工です。写真を加工しちゃうと結構ぼやけて肌をきれいにしちゃうから、だから見えなくなっちゃったんですよ。それにこの写真を撮っている場所ですが、私のお家です。この家はすでに取り壊しされていて今はもうありません。え？っていうことは、この写真は最近撮れた写真じゃないってことだよね。そんなのわかんないじゃないですか。部屋の内装なんてどこも似たような感じだし。いいえ、全然違います。この壁紙をよく見てください。この壁紙はほとんど使われていませんので、新しい新築の物件なのではまずありえません。私の家、築年数が結構経ってますから。あなたが住んでいるアパートはここですよね。築3年ですけど。げ、なんで知ってるんですか。ゆりはなるみさんのことが大好きな、なるみさんのストーカーなんです。だからなるみさんに関わった人のことは24時間365日監視して過去も調べ上げてるんですよ。確かにそのアパートで会ってますけど、写真を撮ったのは、あ、友達の家だったかも。友達の家で飲み会をして、その後二人っきりになった時に。先ほども言った通り、この家はもうありません。そんなはずないです。なんでわかるんですか？光の入り方や窓の外に映る風景、これだけいろいろな情報が載っていれば簡単に調べることができます。普通の人はできないですよ。ユリというプロフェッショナルが行うと簡単にわかるってだけで。違うんです、本当に愛し合ってるんです。じゃあいつ愛し合ったのか、日時を詳細に教えてもらってもいいですか。え、あなたのことを調べ上げているので、どこで何をしていたのか1分、いいえ1秒単位で言うことができます。それはもちろんフミさんの彼氏さんにも言えることなので、両方照合してみせましょう。そんなの適当なこと言えばいいだけじゃないですか。ユリの場合、監視カメラの映像とかもジャックしちゃうから映像も残るんですよ。そんなの犯罪じゃないですか。あなただって嘘をついて一つの家庭を壊そうとしてるんですから、一緒じゃないですか。そんなのと一緒にしないでくださいよ。いいじゃないですか。私も別に自分のことを善人だとは思っていません。私たちは善人ではない。これ以上に何か説明が必要ですか。そんなことないよ。ユリはなんだかんだ優しいもん。他人の不幸を願って嫌がらせするわけでもなく、守るための防御でしょ。だからユリはこんなドキュンたちとは違うよ。ちょっとなんで私だけ悪者にするんです。だってユリはいい子だもんね。よしよし、気安く触らないでください。照れなくてもいいのに。とにかく私は諦めませんから。私は絶対に絶対にあの人と結婚するんだから。めんどくさいですね。なるみさんに迷惑をかけた人は今世では生きてはいけないと相場が決まっていますので、黙って裏の施設へと行ってください。裏の施設って何？ユリが持っている裏の施設です。いろんな非合法なことを試したり、拷問したり、ダメな人を送り込んだり、まあ闇の施設って感じですね。ひっ、あなたはベラベラ喋るその口がとてもうるさいので、嘘つく口もいらないってことだね。人体の不思議点というのがあるんです。あなたはそれの裏の施設版で働いてもらいます。何それ、聞いたことないな。どんなところなの？気になる人はぜひ調べてみてください。みどりさん、あなたには人体模型になっていただきます。人体模型？動けない状態で人体模型として飾ります。もちろん喋ることもできませんし、動くこともできません。あなたの肌を剥き、筋肉や神経を見れるようにするんです。あ、もちろんお触りも OK なので激痛を伴いますが、頑張ってくださいね。
人体模型って、あの人体模型、あれで生きてるなんて怖すぎ。ちょっと待ってくださいよ、何言ってるんですか。裏の施設とか人体模型とか私無理ですから。なるみさんに迷惑をかけた人に無理だなんだという原理はありません。いろんな人があなたの体を触ってみてくれます。よかったですね。幸せになれるよう私も遠くから応援していますので。そう、地獄で幸せに。地獄の時点で絶対幸せじゃないのに。いやー。その後、みどりさんは嘘をついていることがバレて、結局そのまま仕事も辞めていった。周りの人にも嘘をついて、体の関係があったとか、あることないこと言いふらしてたみたいでさ。実質辞めたというよりは、話し合いをして自主退社って感じかな。彼女は最後まで諦めないとか言ってたみたいだけど、結局ユリに連れて行かれて、もう表社会には帰ってこれなくなった。今はよくわからない展示物の人体模型として頑張ってくれてることでしょう。まず、身動き取れない、喋れないってだけでもストレスがすごいのに、剥き出しにされた筋肉や神経を触られるっていうんだから、たまったもんじゃないよね。想像を絶する苦しみの中、彼女はきっと後悔しているはず。あんなことを言わなければってね。余計なことを言うから、ユリに目をつけられるんだよ。どこでユリが聞いてるかわからないから、みんなも気をつけてね。みんなの周りの嫌な人たちに嫌なことが起こったり、いなくなった時はユリが何かしてるのかも、なんてね。私の名前は水木。医療ソーシャルワーカーの夫と小学2年生の娘千秋、そして保護猫カフェからやってきた猫のニニャマルと暮らしている第二子妊娠中の平凡な兼業主婦だよ。最近一人暮らしをしていた友人が実家に戻ってきたんだ。友人の実家と我が家は近いからね。帰ってきた理由は介護を手伝うためなんだけど、それでも近くにいれば会える機会もありそうだねと話していたんだけど、実は介護じゃなくてお姉さんとの問題で悩んでいるらしいんだ。なんでも妊娠中のお姉さんが友人を見下すらしいの。まったく、離婚して出戻りなんてうちの恥だよね。あんたってば昔から真面目しか取り柄がありませんみたいな院長タイプだったくせに離婚するなんて、やっぱり私みたいに世の中うまく生きていかないとね。お姉ちゃん、だからさ、何度も言うけど、私が離婚したのってもう5年も前の話だからね。それに確かに実家に出戻りしたのは認めるけど、お母さんの介護のためじゃん。何言ってんの。でも今時行政とかに相談すればなんとかなるでしょ。あんたお父さんとお母さんのお金狙ってるんじゃないの。何言ってるの。私一人暮らしの時も仕送りしてたんだけど、両親はいらないって言ってたけど、それでも心配だから。おー、これだから真面目ちゃんは。でも真面目で大卒のあんたが離婚して出戻りで、楽しく遊んでた高卒の私が妊娠中って、神様もなかなか粋なことしてくれるよね。もう勝手に言ってればいいよ。とりあえずあんたいつうちに来るの。うちってお姉ちゃんの家ってこと。そうだけど。いや、なんでお姉ちゃんの家に行くの。はあ、何言ってんの。もう本当に役立たずだよね。だって姉が妊娠してるんだよ。普通手伝うでしょ。私実家みたいな神器臭いところで出産したくないの。だから里帰りはしないからさ。その代わり、愛、あんたがうちに来なさい。家事育児、夫の弁当作りとか全部やんのよ。はあ、ちゃんと LINE 読めてる。私はね、お母さんの介護をするために実家に戻ってきたの。お姉ちゃんのお世話をしてる暇はないの。別に自分の仕事を辞めたわけでもないんだから。ほら、仕事を辞めなくてもできる程度の介護なんでしょ。でも夜勤になったよ。それでお父さんと一緒にお母さんの介護をすることになったの。私が夜勤で昼介護、お父さんが日勤で夜介護、家族会議をしたでしょ。まあお姉ちゃんは面倒だから好きにして、自分は金も出さないし手伝わないからとだけ言ってたけどさ、別にそれでいいから文句は言わないでよ。はあ、てかさ、お母さんと私の赤ちゃんどっちが優先なの。普通若い方が優先だよね。そんなこともわからないの。え、最低。私は親なんだからそりゃお母さんを見るよ。お姉ちゃんは普段から子持ちは偉い、妊娠した人間はすごい、そう言ってるわけだし。それにほら、行政の力を借りられるんでしょ。
じゃあ借りればいいんじゃないの。しかも義実家もうちと違って金持ちとか言ってたじゃん。そっちに援助してもらえばいいでしょ。負け犬が。え、負け犬なんだからおとなしく私の面倒を見りゃいいのよ。ちょっとお姉ちゃん、いくらなんでもそれはひどいよ。もうしばらく連絡してこないでね。は？おい待て、絶対に面倒見させるんだからね。私みたいな生活をしている人間こそが一人前の大人なんだからね。もう少し大人としての生き方考えたら。私の友人が言うには、本来なら介護もあるから大変だけど、関係がいいなら姉の世話も手伝っていただろうな。だってさ、でも友人のお姉さんは以前から離婚した友人のことを見下していて、本当に態度がひどかったんだよ。そりゃ下に見て暴言を吐いてくるような人の出産なんて誰もお世話したくないよね。それに今はお母さんの介護で大変な時だし、妊娠出産が大変なのは私もわかるんだけど、なんで暴言を吐くような相手に世話しろなんて言うんだろう。さっぱりわからないね。でもこのお姉さんの態度についに親御さんもブチギレたんだよ。数日後。ちょっとお茶。お茶って何が？お茶よお茶、ちゃんと妊婦にも飲めるやつ用意して。なんでそんなにわがまま言うの。今すぐうちに来て妊婦の私を世話しなさい。バツイチ独身出戻りで何の価値もないあんたに生きる意味を与えてあげる。お父さんが援助を打ち切るって。え？え？じゃないよ。生きる意味を与える？何それ。お姉ちゃんさ、妊娠してハエになってるのかもしれないけど、いや、お姉ちゃんの場合は昔からだよね。ずーっと私のことを見下してきたもんね。でも知らなかったな、お父さんから援助を受けてたなんて。なんで、なんでお父さんそんなこと言っちゃうの。違う違う、私はちゃんと結婚もしてるし妊娠もした、ちゃんと援助を受けるべき人間なの。一人前の大人なのに援助を受けるの。というかお姉ちゃんの散財が原因だって聞いたけど。なんでそこまで話すのよ。お父さんだって今まではずっと黙ってたじゃん。でも堪忍袋の尾が切れたんだよ。人から援助を受けてるのに偉そうな態度で。は？あんたには関係ないでしょ。関係あるよ。だって私はずっと実家に仕送りしてきたんだから、お姉ちゃんへの援助は私の仕送りが含まれてるかもしれないでしょ。はあ？仕送りは仕送り、援助は援助でしょうが。それにこれからお母さんの介護だってお金がかかるんだから。じゃあ私たちはどうするの、子供が生まれるのに。そもそもお姉ちゃんの旦那さんは割と高給取りでしょ。それで貯金もないわけ。それはお姉ちゃんたちの責任でしょ。はあ？あんた本当に優しくない。だから離婚なんてするんだよ。私聞いたよ、元旦那さんにひどいことしたんだって。私の元夫は今関係ないでしょ。いいや、あんたの冷たい性格に関係してるじゃん。私少し前にあんたの元旦那に会ったの。かわいそうに慰謝料を踏んだくったんでしょ。それで生活が苦しいって言ってたから、私1000円あげたの。え、お金あげたの。しかも1000円って。そう、つまり私はあんたに援助したようなもんでしょ。元旦那に金を恵んでやったんだからさ。だからお父さんに援助を続けるようにあんたが自分からお願いしなさいよ。いや、お父さんこのやりとり全部見てるけどさ、もう顔真っ赤にして今にも爆発しそうなくらい怒ってるからね。なんで。本当になんでそんなに偉そうなの。意味わからないし、1000円渡して何になるわけ。え、本当にわけわからない。しかも私からお父さんにお願いする。もうダメだよお姉ちゃん。お父さんから伝言ね、生活が苦しいから援助してほしいとお願いされて1年続けた。でもそっちの生活の改善が見られないし、何より家族を下に見るような発言をする人間に対して援助をする金はないってさ。はあ？あ、私は孫を産むんだよ。孫だよ。孫を産むのに援助もないの。ふざけないでよ。私欲しいものたくさん予約してあるんだから。貯金で買えばいいでしょ。そんなのあるわけないだろうが。呆れた。それと私の元夫には近づかない方がいいよ。はあ？何それ、嫉妬？復縁したいの？違う違う、あの人結婚前はいい人だったんだけどね、結婚してからは束縛と執着がものすごくて。お姉ちゃんお金渡しちゃったんでしょ。粘着されないように気をつけなよ。
あの人お金に困ってるみたいだし、そろそろ出産なんだから。ちょっとあんた、そんなヤバい男と結婚してたの？私、住所知りたいって言われたから教えちゃったんだけど。ああ、元結婚相手の私が言うのもだけど、あの人本当に面倒だから気をつけた方がいいよ。ふざけんじゃないわよ。友人のお姉さん、すごく偉そうだったけど、その一方で自分の散財癖が原因で家計が苦しくなってしまい、親御さんから一時的に援助してもらっていたんだって。でもお金の使い方を見直すって話だったのに全然見直されてないし、それどころか妊娠したことでバツイチ独身の妹を見下し嫌味三昧。さすがにご両親も怒って援助をやめることにしたんだって。でも一番しんどそうなのは、一週間後。ちょっと！あんたの旦那なんとかしなさいよ！こっちは妊娠中でいつ生まれてもおかしくないのに、そんな素敵なブランドの服を着てるなら余裕があるでしょ？赤ちゃんだけじゃなくて僕も養ってくださいって言ってうちまで来たんだけど。久しぶりだけど本当にあの人強烈だな。あんたの元旦那でしょ？そう、元がつくんだよ。もうただの他人なんだよ。むしろお金をあげて住所を教えたわけだし、そう考えるとお姉ちゃんの方が関係が近いくらいじゃない？私、離婚してから何度か借金を申し込まれたんだけど、全部しつこいって追い返してたら来なくなったしね。攻撃的ってわけじゃないんだけどね、ちっこいというか、精神攻撃される感じ？こっちは妊娠してるのよ。いや、それはわかってるけど。なんとかしてよ。無理だよ。私たち引っ越したし。え？引っ越し？何それ、聞いてない。私は家族なのに。あのさ、お母さんの介護が必要になったのはここ最近だけど、前から通院とかですごく困ってたよね。それで専業主婦のお姉ちゃんに助けを求めただでしょ。たまにでもいいから車を出して付き添ってほしいって。お姉ちゃん、その時は妊娠してなかったじゃん。それは、普段から何もしなかったくせに自分が困った時だけ家族とか言うのやめてよね。そりゃ私は妊娠出産したことないし、でも大変なことはわかるけど、大変な時に誰も助けてくれないのはお姉ちゃんのせいだよ。お母さん、ごめんね、迷惑かけてって泣いてたんだから。え？私もお姉ちゃんも塾に通わせてもらったよね。毎日の送迎はお母さんだったじゃん。部活も遠征とかあるたびに車出してくれたし、晩ご飯の前にはおにぎりも作ってくれて、受験の時はヘルシーな夜食を作ってくれた。私はそんな優しいお母さんが大好き。だからお母さんの介護なんて苦じゃないの。でも私のことをずっと下に見てきたお姉ちゃんは嫌い。もう少し大人としての生き方考えたら？何よ。その後、友人のお姉さんはというと、友人の元旦那さんが何度も借金の申し込みに訪れるようになり、ちょっとノイローゼ気味になって家族で引っ越していったよ。と言っても同じ町内ではあるんだけどね。引っ越してから割とすぐに出産、元気な赤ちゃんを産んでいたよ。金銭面に関しては身の回りのものをかなり売ったんだって。そんな状況での引っ越しとなると相当大変だったろうね。でも申し訳ないけど、大切な友人に長年意地悪してきた人だし、ちょっと同情はできないかな。自分の散財が悪いんだし。友人の方は家族で病院の近くに引っ越したんだけど、以前と違ってバリアフリー化された家だから、すごく住みやすいって喜んでいたよ。よかったよかった。ふぅ、どっこいしょっと。私もお腹が大きいから、本当にそろそろって感じだよ。にゃにゃ丸にとっても、弟か妹が生まれるね。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。